K-391 は、ノルウェーの音楽プロデューサーである。音楽に関心を持ったのは5歳の頃。ラジオでダンスの曲に触れ、ギターとピアノが入っているが、他の曲とは何か違うところを好きになり、毎日ラジオを聴いて似たジャンルの曲を探した。数年後にピアノのレッスンに通い始めたが、1年後には飽きてやめた。主にテクノ、トランスを聴いていたが、何年もかけて、だんだんとエレクトロニックダンスミュージックを好むようになる。14歳の頃、自分でテクノ、トランス系の曲を作りたいと思い、何か方法はないかと探していたところ DAW のフロリダスタジオを見つける。翌2009年3月にKeosniとして YouTube で活動を始め、KON-391 に改名する。KONは彼の本名であるKenneth Osberg Nilsenの当時語であるが、391の意味は公表されていない。その後、KON-391 を縮めて K-391 となった。高校に入ってヒップホップとフリースタイルが好きになり、作曲でプロの道を目指す。フィードバックはなかったが、1年間やめずに活動を続けた。2010年8月、NewGroundsに参加する。2012年2月に YouTube に投稿した楽曲エレクトロハウス2012が数週間で視聴回数50万回を超える。このことが本格的に作曲を始める発端となった。2012年10月、2020年現在、K-391 として動画を投稿している YouTube アカウントを作成。最初のアカウントをキングステップミュージックに改名する。2013年12月22日、イギリスのレコードレーベルであるNoCopyrightSoundsからドリームオブサムシング、スイートフィート、氷フリー戦犯をリリース。2021年5月現在、YouTube の動画は削除されている。彼の NCS 最後のリリースは2016年4月30日にリリースされたアースであった。2017年、K-391 がアラン・ウォーカーとコラボし、シングル、イグナイトをリリース。この曲は K-391 が2015年に発表したゴジラ2015フィーチャリング、マーヴィン・ディバインを元に作られた。曲は合作であったが、フィーチャリング扱いで表記されている。元はインストゥルメンタルだった。この曲は2017年4月7日に、ウォーカーのレコードレーベルであるMERとソニーミュージックからリリースされた。その後、ノルウェーのシンガーソングライターのジュリー・バーガンと韓国の歌手のスンリがフィーチャーしたバージョンが2018年5月11日にリリースされた。インストゥルメンタルはMERとソニーミュージックからリリースされたにもかかわらず、歌手のある方はエレクトロニックダンスミュージックに特化したリキッドステートからリリースされた。K-391 はさらにアラン・ウォーカーとのコラボを重ね、Tired や All Falls Down をリミックスしている。2018年11月30日、MERとソニーミュージックエンターテインメントを通して、シングル、Different World で、アラン・ウォーカー、アメリカの歌手のソフィア・カーソン、中国の歌手であり音楽プロデューサーでもあるCORSAKと合作。この曲は K-391 が2014年に作曲したSevjeを元に作られた。2018年12月14日、同シングルは曲名と同じアラン・ウォーカーの最初のアルバムDifferent Worldに K-391 が YouTube 上で公開したHow to Make an Epic Rap Beatから作られたフラックスをリメイクしたリリーと共に収録されて発売された。K-391 は、その後、スカンディナビアの音楽プロデューサーであるマーティン、タンゲバーグ、マンゴー、アラン・ウォーカーとの合作で2000年にリリースされたマンゴーのユーロダンサーのリメイクを制作、2019年8月30日にプレイとして発表された。2020年3月、K-391 は、アラン・ウォーカー、アークスと共に、アークスが2013年に作った楽曲ノバをリメイクしたエンドオブタイムをリリース。2020年10月ローリーと共に新曲、オーロラを作曲した。DAW はフロリダスタジオを使っている。ノルウェーに小さなスタジオを持っており、周りには美しい風景が広がっていて、それが集中力を高めてくれるという。ありがとうございます。